東京競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。どの馬が先頭に立つでしょうか。ノーブルトゥモロー前に行きそうです。これに続いてアグネスモンロー、オートリールーラ、後位をキープ。その外からジョーカイエンゼル並んで11番サクラショット、マーベラスフットすぐ後ろ、その隣にハワイアンクロカミ、その横にシリウスドール、内からはティートアルデル、最後方にマッハスクワート。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。7番オートリールーラ一気に先頭に立ちました。並んで6番アグネスモンロー、ジョーカイエンゼルすぐ後ろ。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。1番人気のオートリールーラ現在先頭を進んでいます。前はオートリールーラ、ここで先頭が入れ替わりました。アグネスモンロー、オートリールーラ2番手に控えました。ジョーカイエンゼル3番手、オートリールーラいい位置です。先頭を捉えにかかります。ここで先頭変わりました。先頭はオートリールーラ、オートリールーラ先頭、2番手はマーベラスフット、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。あと 200m、 オートリールーラ先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。カメリアアロマ迫る。オートリールーラ1着、オートリールーラ1着、2着にはどうやらカメリアアロマ、オートリールーラ見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。